今月6日、出雲工業高校。母校に凱旋したのは、駒澤大学陸上部1年、出雲工業高校出身の伊藤葵選手です。正月に行われた箱根駅伝で、2年ぶりに総合優勝を果たした駒澤大学。学生三大駅伝の三冠をかけた箱根路の制覇に大きく貢献したのが、1年生ながら6区の山下りを任された伊藤選手でした。復路の鍵となる6区で今大会チーム唯一の区間賞を獲得。山下りの神と称えられた伊藤選手の快走がチームに勢いを呼び込みました。まあ、スタート前はかなり緊張はしてたんですけど、任されたからには自分の走りを、まあ、出すだけだと思って、走り切って、まあ、結果として、まあ、区間賞を取って、まあ、チームとしても三冠であったり、まあ、総合優勝ができたっていうのはすごく嬉しく思ってます。去年まで共に汗を流した陸上部の後輩に伝えたかったこと、それは決して才能ではないということ。高校の時に練習で意識していたことってありますか？まあ、自分はもう高校の時はまあそんなに強い選手ではなかったんですけど、まあ、その全国のまあ強い人たちと勝負するっていうのを3年間目標にやってて、かなり高いレベルを見て練習していくっていうのが一番かなと思います。高い目標を掲げ高校3年間を過ごしたという伊藤選手。その時の様子が BSS の映像に残されていました。出雲国引きミニマラソン大会10キロコースに参加した映像です。10キロ、結果は伊藤選手が先頭でゴール。結構折り返してからの風が強くて、まあ、思ったタイムはまあ出なかったんですけど、まあ、トップでゴールできたのは良かったかなとは思います。まあ、これからも、まあ、出雲を走れる機会があれば積極的にまあ参加はしたいかなと思います。箱根駅伝という大舞台を終えたばかりの伊藤選手ですが、その目は早くも次のシーズンを見据えています。まあ、もう一回その三大駅伝を全て勝ちたいとは思ってて、まあ、まだ今年も、まあ、今回走ったメンバーがかなり残ってて、まあ、メンバー選考は厳しいですけど、まあ、まずはそこに勝ち残って、まあ、もう一回、箱根駅伝を走って、まあそうですね、区間賞を取ってチームに貢献できればいいかなというふうに考えてます。山下りの神として名を馳せた出雲市出身伊藤選手。次は東京で3月に開かれる日本学生ハーフマラソンに出場予定です。